江戸川ケーブルテレビ、江戸川ケーブルテレビ株式会社は、かつて東京都江戸川区に存在した放送法に基づいて優先テレビジョン放送を運営し、放送、通信を業務するジュピターテレコムの連結主会社である。ブランド名は JCOM 江戸川。1991年の第一期開局以来、8期にわたり開局を行いエリアを拡大。 現在は無電中地域である小松川、清新町地区、及び倉庫、公園地域である臨海町地区を除く区内のほぼ全域でケーブルテレビ放送を行っている。インターネット事業はアットネットホーム株式会社からサービス提供を受けており、江戸川ネズムのブランド名で運営されていた。メディア機コミュニケーションズ傘下に入って以降、ブランド名をメディアっ江戸川へ、 サービス名を、江戸川メディアティ TV、および、江戸川メディアティネットに移行された。2009年4月1日に MSO であった、メディアティコミュニケーションズが、ジュピターテレコムに吸収合併されたため、JCOM 江戸川にブランド名を変更した。サービス内容、利用料金が既存の JCOM 各局と異なるため、サービス名称として、メディアティが残っている。 マスコットキャラクターは、うさぎのような謎のキャラクター、K ビットと A ビットであったが、2009年3月末をもって引退が宣言された。ありがとうございます。